みなさん、こんにちは。茨城オンラインスタディです。この動画は、小学校五年生の国語、和の文化について調べよう。和の文化を受け継ぐ、和菓子を探るの三時間目の内容です。国語の教科書、一時間目のワークシートと、今回の三時間目のワークシートを、 用意してくださいそれでは今日も一緒に国語の学習を進めていきましょう。今日はこの学習の3時間目です。本日の学習課題は「この文章はどのような構成で書かれているのだろう」です。調べたり 考えたりしたことを読み手にわかりやすく伝えるためには文章の構成を工夫すると良いですね。教科書の説明文は和菓子に関する事実や筆者の考えを読み手にわかりやすく伝えるためにどのような構成で書かれているでしょうか。一緒に考えていきましょう。今日 学習することは皆さんが調べたことを報告するための文章を書くときにも生かすことができますねまず筆者が和菓子についてどんな観点からどのようなことを説明しているか確認していきましょうそして文章の構成をワークシートの表にまとめていきましょう これは前回の学習で各段落の要点を整理した表です前回の学習では内容のまとまりを確かめ序論本論結論の大きく3つに区切ることができましたねこの表の中で本論の部分に注目してみましょう本論は形式段落の 2から15段落で構成されていますがこの本論はさらにいくつかのまとまりに分けることができそうですねでは本論の中をさらにいくつかのまとまりに分けるにはどのような点に注目すればよいでしょうこれまでの説明文の学習では 問いと答えの関係を手がかりにするという方法がありましたね今回の学習では筆者の観点を手がかりにして分けていきましょう観点とは物事を見たり考えたりするときの立場のことですこの説明文を読むときには話題や 内容のことと考えてもよいですねさあそれでは画面の表の中から筆者の観点を表す言葉を探してみましょう。動画を一時停止して観点を表す言葉が見つかったらまた再生してください。 観点は見つかりましたか。筆者は三つの観点で和菓子のことを説明していますね。二段落の和菓子の歴史。七段落の他の文化との関わり。十二段落のどのような人に支えられ。受け継がれてきたのだろうか。 の部分がそれぞれ筆者の観点を表す言葉です十二段落の部分は支える人々という言葉で表すと観点としてわかりやすくなります筆者の観点を手がかりにするとこのように本論を三つに分けることができますね それでは今日の学習のワークシートを用意してくださいここまでの学習をもとに文章の構成を表にまとめていきましょうまずこの欄には形式段落の番号を書き込んでください序論と結論の部分にはそれぞれ話題提示と 筆者の考えという言葉を書き込んで前回の学習で整理した内容を書き込んでください本論1本論2本論3の筆者の観点のところには先ほど確認した3つの観点を書き込んでくださいそして具体例のところには 各段落で紹介されている例を短い言葉にまとめて書き出してみてくださいそれでは動画を一時停止して文章の構成表をまとめましょう構成表が完成したらまた動画を再生してください 構成表は完成しましたか画面のような表になったでしょうか段落番号序論と結論の部分筆者の観点の部分具体例の部分どうでしたか 画面の例と少し違っていても大丈夫です。どうまとめたらよいか迷ったところは、この画面のまとめ方を参考にしてみてください。今日の学習のまとめをしましょう。文章の構成を考えるために、序論・本論・結論に、 分けた後さらに本論の中を内容のまとまりで分けました本論の中を分けるときは筆者の観点に注目するとよかったのでしたねそして学習してきたことをもとに文章の構成を表にまとめることができました これで皆さんも文章の構成を捉えることができましたね学習の振り返りをしましょう1時間目のワークシートのこの部分に今日の学習の振り返りを書いてみてください今日は教科書の文章が どのような構成で書かれているのか、筆者の観点を手がかりにして考えてきましたね。画面を一時停止して書き終わったら、また再生してください。学習の振り返りは書けましたか 次回の学習では筆者の説明の仕方と資料の活用方法について考えていきます。教科書では本文とともに和菓子の写真や年表が使われていますね。こうした文章に添えられた図や表の効果について学習していきます。それでは、は今日の学習は これで終わりにします。また次回の学習でお会いしましょう。